ドラえもんのび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家、イエーイ。このドラ牧、実はね、配信の方で、生配信の方で毎朝すごい早い時間から朝活でね、ドラ牧をやって、ついにストーリーの方は最後まで行くことができてクリアしたんですが、私今回ね、ドラ牧初めてでめちゃくちゃハマっちゃいまして、ちょっとまだまだやりたい、楽しみなことがいっぱいあるってことで、まだ引き続きこちらの方でやっていきたいと思います。だってさ、まださ手に入れてない秘密道具だっていっぱいあるし、ちょっとね、まだ叶えなくちゃいけない夢がいっぱいあるんですよ。なんで、朝活ではなく、こっちでたくさん楽しんでいきたいと思いまーす。どら焼きを5個ドラえもんに渡すをやって、秘密道具もらえるっていうのがまだやってないんだよ。これがめちゃくちゃ気になってて。どら焼きか、あれだな、畑のレストランとかで確か手に入れられたよね。あとこの黄金チーズね、一回牛さんを動物コンテストに出して優勝させないと黄金チーズが手に入らないんだよ。だから動物コンテストがある月までまだ進めないといけないというね。そして冬の月は、あ、え、今日冬の月の最後の日、30日じゃん。新年祭じゃん。一年の締めくくり、みんなで初日の出を見に行こう。場所を星がけの展望台、開催時間6時から翌日6時。あ、もうじゃあ行けるのか。30日月曜日、今日は14時38分だから、あ、行けるんだ。見てください、私の部屋、結構好き勝手に置いてますが、これはね、スイカのトロフィーと、いやー、動物コンテストで優勝した時の懐かしい、欲しかったんだよね。いやー、いいですね、今日よかった、晴れててよかった。ってことで、本編で行けなかったね、え、行っちゃおうか。早速、新年祭だってよ。私レシピにどら焼きのレシピ持ってなかったよね。そうだよね。なんかレストランで買えたけど、それもな、ただ食べるだけだしな。あれ、おっす、おっす。いやでもね、こっちの方に道があったよね。あ、あ、こっちだこっちだ。お、お、あれ、待って、6時から、あれれ、だ、誰もいない。え、違う、え、ねえ、ドラえもん助けて。今翻弄されてる。あ、え、明日の6時からってこと？翌日6時。あ、やっぱ寝ればいいのかな。寝ればいいじゃないかな。おやすみ、おやすみ。きっと寝ればいいんだ。多分イベントの説明受けたんだろうけど、私が忘れてるだ。おー、来た来た、よかった、来たー、進みました。お待たせ、ほんとお待たせしました。10分の遅刻です、のび太くん。あー、10分で済んでよかった、逆に。あー、すいませんね、ごめん、迷ってました。まあまあ、よかったよかった。しずかちゃん、優しいな。うん、よし、急いでね、星掛けの展望台に移動しましょう。
あそこが一番朝日が綺麗に見られるんだ。よーし、わー、いいねー。朝日かー、実際に見たことないもん。せめてゲームの中で拝みたい。体力不足です。あー、ルアナさんも体力ないんだ。もう、まったく。畑仕事してるんだけどね、普段。ほら、え、うわー、ワクワクする。どう、見せて見せて。お、お、すごい、ピンクがかって。お、わー、めっちゃ綺麗。うわー、すごいね。うわ、めちゃくちゃ綺麗。うわー、うわー、光が綺麗だ。城の向こうから差す光が、うわー、忘れらんねー。うん、一生忘れねえ。でも、うわー、感動しちゃうな。なんだか賑やかだなと思ってさ。あのね、うん、そういえばでも、あー、10人も仲間がいるんだなって。うわそうだね、立派な家になりました。みんなで頑張ってね。まあうん、うんうん、うん、でもあ、早く地球に帰りたいのは変わらないけど、僕はこの10人でこの町でもっともっといろんな思い出を作りたい。そう、黄金チーズが欲しい。おー、いいね。よし、よし。わー、すごい画角。よし、今年はここにいるみんなでいっぱい思い出を作るぞー。おー、あー、ふー、わー、素敵な仲間に恵まれて、なんて幸せなんだ、私は。はぁ、あ、お、あ、季節の衣替え中、かわいい、ピンクだ。わぁ、これ初めて、冬から春に切り替わる。春、どうしようかな。そういえば、お、前にみんなで一緒に遊びに行く相談してたっけ。うん、そんなのもあったね。おっと、何このライトくんのマーク。気になるから、じゃあ遊びに行くのは三が日のうちにしよう。そうしよう。うぅー、ライトと一緒に暮らし始めた日。え、そっか、春の月の1日に来たもんね。好きなものをプレゼントすると何かいいことがあるかも。私はね、みんなの好きなものをメモしているメモ帳があるんです。はぁ、これが役に立つと。トマトか。でもライトくんはこれは遊びに行くでしょ。おー、ピコと一緒に暮らし始めた日。はい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 。わ、あったね、射的大会。釣りコンね。これはトトンと一緒に暮らし始めた日。牛の赤ちゃんが生まれる予定日。え、そんなまだ3週間後。え、そんな時間かかるんだ。え、春の作物コンテスト来ました。春の動物コンテスト、春月の最後の方だね。馬レース。え、そういえば雪降ってる。え、そういえば去年の今頃だっけ、僕たちがライトに出会ったのは。よし、
後でライトに声をかけてみよう。記念に何かプレゼントするのもいいかも。好きなものか、はあ、ライトが一緒に牧場に住むようになった記念日です。ライトを見つけて話しかけたり、好きなものをプレゼントしてあげると普段よりも喜んでくれるかもしれません。トマトが作れるようになってたら超嬉しいな。おはよう、サリーさん。おはよう。おはようございます。のび太くんに嬉しいお知らせ。実はお店で売っている作物の種が種類が増えた。来ました、トマトチャンス。おめでとう。ありがとうございます。今年からもっといろんな作物を育てられるようになる。オッケー、嬉しい、うん、いやー、うわー、2年目ならではのね、こういう嬉しいのが来ました。2年目になると雑貨屋で売っている種の種類が増えます。季節によって販売される種が変わるので、季節が変わったら雑貨屋を訪れてみましょう。行きます行きます。しゃあ、なんで雪降ってるの。桜の花びらと雪が、すごい綺麗なコラボレーション。うわ待って、モコモコだみんな。かわいい、みんなモコモコでかわいい。うわー、なんて平和な。1万円1万円なんでしょう。素晴らしいよ。さあ、春になってね、暖かくなってきたからね、ちょっと涼しくなりましょうかね、みんなね。これでね、ちょっとね、空気の通りを良くして涼しくなりましょう、みんな。そのね、素敵な上着脱いちゃってよ。いっぱいいただきますね。これはね、ありがたい毛糸になるんですよ。あ、お牛さんを、毛を刈ろうとしちゃった。ごめんね。十分短い毛のはずだから。これ以上切れない。乳搾りしましょう。ミルキー。黄金チーズですから。ミルキーだね。コンテスト出すとしたら。ミルキーはもう仕上がってる。仕上がってるから、もう大丈夫。このままで。何もしなくても優勝できる素質を持っている。よいしょ。今日も忙しいな。トゥルトゥ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 、この音楽も懐かしい、懐かしい、嬉しい。はい、皆さん気づきましたか、この子。皆さん気づきましたか。実はですね、こっそり配信外で新しい鶏ちゃんを迎えました。なんとですね、茶色じゃなくて黒い色の子が来てくれたんですよ。名前は貴族です。みんな、この鳥貴族のことをよろしくね。かわいいでしょ。なんて素敵なカラーリング。こんな子もいるんだね。はい、あ、ここの表記は白なんだけど、貴族一切。いやー嬉しい。またこう、白じゃない子がいるとは思ってなかったからびっくりしました。そこを収めたかったけどね。もう今日から、この子もファミリーです。みんな、よろしくね。貴族のこと、よろしくね。よし、じゃあみんな、外に出るんだよ。カランカラーン。あー、いいね。みんながギュッてなってる姿。かわいい。いいねー。癒されるんだよなー、やっぱり。うい。260? こう。すごいストックあるな。もう一生分あるかってくらい。しばらく買わなくていいですね。
さあ、ストーリーが終わった今。今まではね、ストーリー重視で、ストーリーの進行を重視でやってきたんだけど、こういうペットちゃん、牛さんやお犬さん、猫ちゃん、カワウソちゃん、それらのペットちゃんたちもね、ちょっとストーリー見ていきたいなと思うので、可愛がっていくよー。好感度上げていくよー。おやつもみんなにあげてっちゃおうかなーと。ふひぃ。よし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 。いやー、変わらずにこの世界が存在してくれて嬉しいやー。噛まないね。お、春になってお桜が咲いてるよー。うわー。いや、やっぱ桜は可愛いな、ピンクで。クランボもできてね、いいですね。あとそうだ、春になったら蜂が欲しいと思ってたんだ。養蜂箱をね、ちょっとね、うまく使っていきたいんですよ。サリーさん、いらっしゃい。おはようございます。おー、新しいキャベツなかったよね、キャベツ。キュウリ？あれ、キュウリもなくなかった？カリフラワー初めてです。また来てね。おお。あら、いらっしゃい。夏は？はトマトだ。そうだ、もう温室があるから関係ないんだ。トマトできるじゃん。でも今日には間に合わない。ライトくんの好きなトマト間に合わないけど、ライトくんのために買っとこう。危ない。トマトの種31個買うとこだった。危ない危ない、怖っ。トマト農家になるとこだった。それもいいけどね。パプリカ初めてですね。いいですね、パプリカ。おー、いろいろなんか私の記憶がなくなっているせいで、また来たね、いろんなものがね、新しく見える。いらっしゃい。春の種買って、いやー、キャベツだって。お鍋にしたら良さそうじゃん。キュウリ、あはーい。カリフラワーも買って、はい、また来たね。秋見せてよ。いらっしゃい。どう、二週目の秋は？ナス。初めてじゃない？おお。また来てね。わあ。あら。冬は？いらっしゃい。あれ、冬は何が増えてるのかわかんない。ブルーローズってあったっけ？ブルーローズなくない？増えたかも。また来てね。はい、また来ます。おはよう、いらっしゃいませ。おはよう。うん、また来てね。わー、2年目。よしよし。わー、わー、戻ってきたって感じ。つくしだ、春だねー。あー、ご機嫌になっちゃう、勝手に。春だねー。蜂って何かを塗らないと現れないのか。え、これ何？あ、え、なんか動いてる。いや、花カマキリいたっけ、こんなの。おや、シルフくんだよね。虫の蜜をですね、ミツバチの、ミツバチの虫蜜は蜂蜜が必要。蜂蜜、
普通に蜂を取るしかないのか。はあ、植えてくか。キャベツだって。13日で収穫できるキャベツ。パラパラ。よし、これは後で看板は片付けよう。ここはお花を植えると決めてるから、春のお花、ムーンドロップ、ムーンドロップ植えようか。で、カリフラワー、あ、待って、イチゴの看板をやってくれてる。冬の時にイチゴの看板を出してくれてたんだ。多分ここに植えるぞって。あー、なんだ準備がいいな、私。あー、そういうことだったのか。ありがとね、忘れてたけど、過去の私ありがとね。で、あ、ほんとだ。うわ、ムーンドロップもちゃんと看板立ててくれてるわ。準備がいい、私。忘れてたけど。そんで、えい、あー、もう変なところ耕しちゃった。えい、はい、5、8、えい、うーん、とりゃ、えい、何、4、5、6、7、8、えい、で、4、えい、わあ、すごい、気持ち悪いねこの耕し方、気持ち悪いね。はい、きゅうりですね。何日だ？ほう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 。9日。13日、12日、15日。なるほど。パラパラ。よし。あ、これ大きな株の種じゃん。イチゴですね。よいしょー。あ、ミスったかも。ここに雲を置きたい。ここに雲を置くとしたら、とりゃ、えい、こう、こうだね。んで、よし、できた。あれ、いちごって、え、いちごどこだっけ。え、どこに植えたっけ。いちご、うわ、うわ、あ、待って、これ水をやったら分かるようになるからね。よしよし、賢い賢い。うーん、ちょ、ぼちゃ、キャベツね、こうキャベツですよ、キャベツね。うーん、カリフラワーね。いやー、これだー。わあ、え、これもう夏？今夏ですの？
メロン。あれ、メロン夏だよね。あれ、マジか。ちゃんとやってんな。よっしゃー、ここにね、植えるぞ。えい、トマト植えます。よし、ここトマトで、パプリカ。とりゃ、えい、6個買ってる。えい、よしよし。いや、6個だからここまででよかったんだ。来てくれたんだ。2年目コロボックルショップのレパートリー変わってないよね。お天気ボックスのお天気カード、明日の天気を晴れにする。曇り雨、すごーい、新しくなってる。すごいじゃん。あれ、あ、どら焼き作んなきゃいけないからもう買おう。100個分買っちゃおう。もうよし、また来てね。よし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 、いけいけ、伸びたいけ、伸びた、えい、ふう、気持ちがいい。よし、あー、もっと雨雲欲しくなっちゃうね、こうなると。えい、逆にさ、温室がまだスペースあったらそっちでもよかったかもね。レストラン、畑のレストラン、ここでもよかったね。まあ、いっか。いらっしゃい。うわ、エビチリ、エビチリ最近好きなんだよね。軽く辛いのだったら食べれるから、エビチリ異様に食べたくなる時あるんだよね。エビチリって、さくらんぼパイ、作れそう。そう、私ね、2年目はね、レシピも集めていきたいなーなんて思ってるんですよ。美味しそう。あんこ、ごめんね。料理も美味しそうなのがいいよ ね、このドラボクは。料理のリアルさがね、たまんないね。コレクション心をくすぐられる。あれ、お水やってない。あっぴーあっぴーあっぴー、うう、大きな株の今下に出てた宣材写真みたいなの、めちゃくちゃドアップで面白かった。久々に冷蔵庫も覗いてみるか。うわー、すごい食材がいっぱい。私すごいやったんだな。すごくない？いっぱいあるね、料理。あれ、どら焼きあと2つでいいんだ。なんだ、3つ持ってた。あらららららじゃあ、あと2つ。あ、え、うま、ママ呼んじゃった、ここ。え、部屋の中って呼べるの？来るの？来るのか。来ない。届いてなかったのかな、笛が。ならよかった。家の中入って来られても大変だもん。
よし、いい時間だ。ドラえもん部屋の中にいたら渡すよ、ドラ焼き。ドラ焼き、あ、ドラ焼きプラス？あ、勘違いしてた。ただのドラ焼きじゃなくて、ドラ焼きプラスって？どうやって作るの？レシピか。レシピか。レシピ見たことあったっけな。それか畑のレストランに高級肥料をやるかだけど、前試してみたけど高級肥料ってあんまり星につながらないんだよね、プラスに。え、なに？ドラ焼きプラスって。プラスの料理ってさ、星の問題じゃなくない？思ったけど。この、クッキーにプラス1個何かやって、プラスのレシピがあって、プラスの料理ができるから、やっぱプラスの概念があるってことは、ドラ焼きのレシピが存在するんじゃない？そうだよね。いたいた、ライトくん。いい位置に立ち止まってるね。ドラえもんの大好物これあげちゃおう、ライトくんに。出会ってちょうど1年だね。いつもありがとう、ライトくん。ありがとう。あれ、反応が。何？好きなものをプレゼントすると何かいいことが起こるかも。何でもいいわけじゃなかった。好きなものをプレゼントしない限り何も起きないんだこれ。じゃあ待ってよ、次のピコの。でもピコ雑草でも喜んでたよ。特に好きなものわかんない、ピコの。トトンくんは？トトンくんはね、トトンくんはね、好きなもの知ってる。お、気になるね。何かいいことっていうのなんだろう、めっちゃ気になる。ちょっとここも楽しみだな。じゃあ今日はこの辺にしようかな。よし、では。あー、今日はいい日だった、本当に。こっから2年目の牧場生活、本当に楽しみです。皆さん、これからもよろしくお願いします。では、おやすみなさーい。また牧場物語しよう！バイバーイ！